小伊藤光一は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。本籍群馬県。小伊藤公文、陸軍中佐の息子として、松山市に生まれる。豊津中学校、熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1912年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、陸軍不評勝位に任官し不評。 第2連隊付となる。陸士生徒隊付などを経て1924年11月、陸軍大学校を卒業し不評、第2連隊中隊長に就任。1925年12月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員に移動し、1928年3月、不評調査に昇進。百二十九年十二月、第十六師団参謀に就任し、 第2師団参謀、不評第11連隊付けを歴任し、1932年8月、不評中佐に進級。同年12月、不評、第22連隊付け、ルス第14師団参謀、第14師団参謀などを経て、1936年8月、不評大佐に昇進し、不評第77連隊長に就任した。百三十八年三月、 陸軍兵器本省付となり、1939年3月、陸軍少将に進級した。翌月、熊本陸軍幼年学校長に就任。1940年11月、第35歩兵団長として、日中戦争に出征した。1941年11月、陸軍中将に進み第7師団長に、親歩され、終戦まで北海道に駐屯。 1945年12月、予備役に編入された。ありがとうございます。